こんばんは。本日はですね、こちらですね、見えますかね、現在のバンタム級の世界ランキング1位の選手というところで、まあ、先日ですね、モンスターとラスベガスで戦った、ダスマルナ選手もう IBF のね、1位の選手だったんですけど、モンスターのね、圧倒的な強さの前で、負けてしまったと。で、お客様の、ね、声の中にも、世界ランキング1位は、あの程度なのかといったね、声がありましたので、まあ、今回ですね4団体に君臨する世界ランキング1位の選手をね集めてみました。はい、まずですね WBA からですね、では、ゲイリー・アントニオ・ラッセル選手、戦績が18戦18勝12 KO とで、身長リーチともに168センチで、昨年の12月に、あの元、世界チャンピオンの、ファン・カルロス・パイノ選手、まあ、あのモンスターともね WBSS では、初戦で対決したパイノ選手を相手に、7ラウンド負傷判定勝利というところで、まあ、こちらはですね、まあ、微妙な終わり方になってしまって、でまあ、見てる、ね、お客様の声の中にもね、パヤの方が勝ってたといったね、まあ、声があってってところで、まあ、本当に、ね、微妙なところ で、まあこのね、アントニオ・ラッセル選手の実力っていうのはね、まだちょっと、うん、あの名のある選手とも、やってないっていうところで、未知数なところはあるんですけど、まあ現時点では、まあパヤのウォーレンあたりの実力はあるのかなといった印象ですね。はい、で、WBC ですね。 WBC は、あのスリアンの弟の、ノア・ポーン・ソウル・ミサイ選手で、こちらが53戦51勝41キロ1敗1勝 で獲得タイトルが、WBC アジアフライ級王座、 WBC アジアバンタム級王座とで、53戦のうち戦ってきた、ナノワール選手としましては、まあ、こちらで、シーサケット選手とやって引き分けと。で、元 WBC の、フライ級チャンピオンのソニーボーイ・ハロ選手と、IBF チャンピオンのアムナト選手に、まあ、勝利を収めたと。で、1敗は、何なのかと言いますと、元 WBC のフライ級チャンピオンのファン・エルナンデス選手、あの井岡選手や比嘉選手ともやったエルナンデス選手によるものというところで、まあ、非常にね、こちらもいい選手ですね。うん、まあ、打たれ強いような気はしますね。うん、好戦的で、まあ非常にね、面白い選手かなというふうに思います。はい。で、IBF はと言いますと、まあダスマリナス選手なんですけど、まあ、今回ね、ダスマリナス選手が終えてというところで、まあ、そのダスマリナス選手の次につけてるリー・マクレガー選手になるかなというところで、こちらが戦績が10戦10勝8 KO と。で、獲得タイトルが、IBF のバンタム級優勝座と、EBU 欧州バンタム級王座と。で、前回に、カリム・ゲルフィ選手、まあ、視聴様の、ね方々の評価も高い、カリム・ゲルフィ選手を相手に、1ラウンド TKO 勝ちと。で、このゲルフィ選手は、あのね、ダスマリナス選手ともやってると。で、ダスマリナス選手は、この選手に勝ってると。で、この選手は、あのトモキ選手や山中選手とやったジャモエ選手に勝ってる選手ですね。はい。で、まあ、モンスターを、まあ、尊敬してる、イギリスの選手というところでね、まあ、一部ねボクシングファンの中では、まあ、注目の集まってる、まあ、選手の一人ですね。はい。っていうところで、まあ、この選手は非常にね、面白いかなといったところです。はい。で、 WBO は誰かと言いますと、ジョセフ・アグベコ選手、まあ、こちらはですね元世界チャンピオンで、IBF のチャンピオンで、第10代と第12代にわたって、IBF のバンタム級チャンピオンとして、まあ、活躍された選手ですね。はい。で、戦績が、43戦38勝、28 KO 5敗と。で、あのリゴンド選手との、ね、対戦経験があるんですけど、まあ、それ以降は、9連勝と。で、6月25日にあの、元 IBF チャンピオンのポール・バトラー選手と WBO インターナショナル王座の、決定戦と。まあ、これは、WBO の、ね、指名挑戦権も得られる、まあ、戦いになるというところで、まあ、非常に、ねこちらも目の離せない、一戦が控えておりますね。はい。っていうところで、まあダスマリナス選手がね、まあ、あのような形で負けてしまったんですけど、まあそれを見ましてもね、この4団体の1位が、まあ、この顔ぶれというところで、でまあ、この選手たちと例えばダスマリナス選手がやって、まあ、圧倒的な、ね負け方をするのかっていうと、まあ、そうではないと、うん、
まあ本当に面白い試合になるのではないかなというふうに思いますね。はい、なので、世界ランキング1位の実力っていうのは個人的にはあるのではないかなというふうに思います。ただ、ちょっとモンスターがね規格外だったっていうところで、まあ、この選手たちも、仮にモンスターとやったら、まあ、同じ目に合うのではないかなっていうふうには思いますけど、はい、っていうところで、まあダスマリナス選手の世界ランキング1位からね、まあ、他の、ね、団体の1位を探ってみました。はい、まあ、皆さんもね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。